はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に坂つくやっていきましょうということで、本日アップデート来ておりますので、アップデート見ていきたいと思います。最近東京リベンジャーズにめちゃくちゃハマりました。面白すぎる。はい、ということでお知らせいきましょう。さあ、何やらいろいろと来ておりますが、どこからかな。はい、メンテナンス実施のお知らせですね。まあいつものように名前が変わったと、あとはアチーブミッションが追加されております。クラブ創設の設立丸々年目を迎えるのアチーブミッションに、設立4100年目以降のアチーブミッションを追加しますということで、まあかなり、すごい年数になっております。はい、続いて称号の追加ということで、リーグ 創立丸々年を迎えるの称号について、創立6000年以降の称号を追加しますということで、まあまた果てしない、話になっております。はい、次行きましょう。はい、友達招待報酬変更ということで、まあ人数がリセットされるということですね。私はつい最近、やっていただきました。本当にありがとうございましたということで、7月中にまたリセットがかかるということですので、またこれは楽しみにしていきたいなというふうに思います。また、お世話になると思います。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、続いてこちらですね、 SWCC 予告ということで来ました。第31回大会7月ですね、行われます。さらには前回お話しした通り制限範囲が変更されておりますので、まあ新しい制限での、大会第1回大会という形になりますね。エントリーが来週14日アップデ明けの4時から、21日の、多分アップデ入る前までという形になっております。そしてですね、大会自体は、7月の26日の、あ、違う、大会自体が7月の21日からですかね。はい、そうですね、行われるということです。はい、まあ新しい、まあレギュレーションになっておりますので、これはまた、実際にですね、その時になったら、いろいろとお話ししていきたいなというふうに思います。監督スカウトチケットラインナップ更新ということで、まあ更新、ボクツとファンセカが追加されたということでございます。はい、まあその他、仕様変更などはないみたいですね。できればレベルがマックスになった監督が出ないように仕様変更してほしいところですが、はい、そしてまたチケットのスカウトのラインナップ変更ですね。これもまあ各自見ていただければなと思います。曜日マッチ開催ということで、星4監督が入れ替えですね。ルイリケ、スカニー、レ、ダミッチ、パサーリアに加え、新たにジランが追加されるということですね。まだ持ってないオーナーさん、最近始められたオーナーさんは、最優先でこの監督を全員揃えていくようにしましょう。監督スカウトチケットで初めて出た場合は被らずに、コーチレベルが上がらないということになってしまいますので、まあ、できるだけですね、全ての監督を持っている状態を早く作っていけるように、こういったチャンスで取っていくようにしましょう。はい、またあとは月曜日タージョ、チリの選手ですね。ウィンガードリブルで弾丸シュート、まあそんなに必要はないのかなというは、インターナショナル用ですかね。メーサ、メキシコの選手ですね。はい、タックル見習いにフェアプレーか、まあ星4にしては悪くないかなというところではありますかね。はい、スノーツァーということで、オーストラリアですね。フィジカル、ハイボール、ネンディー、これは香港ですね。これは取っとかないと香港の優勝は厳しいですからね。しかも根性20丸持っているボランチの星4ということなので、まあ、これは結構いいんじゃないかなと思います。そして金曜日が戸口、お、懐かしのレッドヘッド、赤髪ですね。強肩アウェー、まあでも日本を優勝したいのであればとは思いますけども、まあ日本代表は定期的にガチャも来ますので、まあそこまで向きになって取る必要はないのかなとは思います。はい、
っていう感じですね。さあ続いてレジェンドマッチ復刻ということで、復刻のレジェンドマッチ来ました。旧アニバーサリー直前ということなので、これはクォーターですかね、クォーターアニバーサリーということで、まあハーフアニバーサリーが10月かな、なのでまあクォーターということで、まあ4分の1記念ということですね。はい。でまあこれが7月中にあるのかな、クォーターアニバーサリーっていうのが。そうですよね。はい。で過去に開催された20、21、23、ラーソン、コルデバ、リメール系が、まあ、登場していますよということですね。さらにはサマーレジェンドスターカーニバルスカウトチケット10が獲得できます。1万ポイントに達成、あ、そうなんだ。はい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 。まあいつもはですね、復活版のレジェンドマッチってマックスクリアすると選手が1体もらえるだけなんですけど、今回その10連の無料のチケットももらえるということなので、これはまあ回ったら回った分だけ、無料でガチャがガンガン回せちゃうっていうことですね。これすごいな。はい。それぞれのレジェンドマッチの累計ポイント5万ポイント達成で、過去に登場したジメーノ、ベルゴスケ、マルテタが手に入る。あ、これもすごい。初回のみですけどね。あ、そうです。さっきの曜日マッチも初回のみなので、だから先に取っておきましょうということですね。監督スカウトチケットとかで手に入っちゃったら、もう手に入らないということなんですよね。だから、スカウトチケットを無駄にしないために、先に初心者の方は監督を取れる、こういう場合は、なるべく取っておきましょうということですね。最近始められた方からすると、地名のベルゴスケ、マルテタ手に入るのは激アツですね。特にマルテタは現在、ポゼッション最強の監督ですので、まあ、持ってない方、必ず取っていくようにしましょう。ね、またベルゴスケも、再度最強の、監督の一人ですね。ジメーノもそうです。カウンターの最強の監督の一人んなので、この3人、まあ、持ってないという方はぜひですね、しっかりと5000ポイントまでいって手に入れるようにしましょう。はい。続いてこれいつまで、8月4日までなので約1ヶ月ありますね。だからこれすごいな。これだから本気で回ったら相当10連無料チケット手に入るんじゃないかなと思いますね。で、ボーナス選手もいますよね。80%。なんかでも今回ちょっとタイミングがずれてるかな。ボーナス選手のガチャが今回追加されてるのか。はい。あ、ここに出てますね。1万ポイントでガチャ10連と、その、当事者、星5選手ですね。で、ラーソン見ていきましょうか。まあ、スパサブ持ちなので、サイドでスパサブ持ってない方とかだったら、いいのかなと思いますけども、まあ、最近の、ステータスで言うと、まあ、8555っていうのは結構低いですね。スパサブ使ってもガチャさんに追いつくくらいか、追いつかないぐらい。って考えると、まあそこまで向きに取りに行く必要性はないのかなとは思ってしまいますが、まあまあまあ無課金微課金で、頑張れば5凸が手に入るというところでは、いいのかなと思います。決して弱い選手ではありません。さあ続いて、コルデバ選手8500ということで、まあ、根性持ちなのでこれは優秀ですね。特にセンターバックでの根性持ちっていうのは結構レアなんですよね。ディフェンダーを削られても根性ついてるので能力が、落ちにくいということを考えると、まあ、結構優秀な選手なんじゃないかなというふうに思います。はい。続いて、まあ、ステータスはさっきも言った通りちょっと低めかなとは思いますね。はい。最後、リメール系選手、ここを根性ということで、これも非常に優秀ですね。根性ついてて、ここもついてるということなので、オフェンス能力をチューアップさせながら、根性で体力が減っても、能力が落ちにくいというところ。しかも OMF トップ下ですね。なので、まあ、後半、スタミナが削れていても、しっかりと活躍してくれる選手です。で、3人の中では唯一、ステータスが少し高いですね。約9000ということなので、他の2人よりかは高いかなというふうに思います。で、この3人だったら、個人的に優先順位で言うと、まあ、もちろんどの、戦術が自分にとって、穴かとか、インサイドハーフが欲しいとか、いろいろあると思いますけど、まあ、リメルケ、
が優先、次コルデバっていうところかなと思いますね。ただハードマーカー持ってない、ハードマーカーの星5、5凸持ってないとかだったら当然コルデバ優先になりますけど、コルデバとリメルケはかなり優秀だと思います。とにかく根性が強いので。はい、ということで 80% のバフの選手が、おっとボーナス選手、何これ、 1,2,3,4,5 体もいるの。うわこれすごいな。いつもボーナス選手って3体のみなんですけど、今回5体ってことは、今回出ているガチャの選手が 80% ボーナスということで、今までになかった初めてのバージョンですね。七夕ということで、七夕スカウトで 1,2,3,4,5 人が出て 80%、 5,8,400%、 マックス 400% で周回できるって結構すごくない？はい、じゃあちょっと見ていきましょうか。って待ってください。その前にこっちか、レジェンドマッチ、こっちは新バージョンのクォーターアニバーサリー直前レジェンドマッチということなので、これ気をつけてくださいね。この、ボーナス選手もし取っていたらですけど、これクォーター、アニバーサリー直前レジェンドマッチなので、間違いなくこれクォーターアニバーサリー本番もレジェンドマッチもう一個追加されます。これ過去にもあったパターンですね。なので、柳沢が終わった、ごとつしたとかもう終わったって言って、いらない 80% のバフの選手売り払ってしまったら、その後またそれが使えるレジェンドマッチが登場しちゃうっていうパターンですね。前僕それやらかしました。はい、なんで、直前レジェンドマッチ、柳沢選手が登場ですね。はい、でこれはで、まあ、ミッションがあると、監督スカウトチケット 1,2,3 枚もらえて、さらには、柳沢がもらえて、さらには1万ポイントから10万ポイントの間、1万ポイントごとに黒ビブス1枚か。で、さらにその後、15万から、50万の間、5万ポイントずつで5枚か。結構黒ビブスがもらえますね、これ。で、柳沢自体が9607ということで、やっぱり、まあ、最近のレジェンドマッチの中ではすごく強いのかなと思いますね。なので、さっきの復刻っていうところは、その時代のやっぱりステータスになってしまってるので、ちょっと弱いんですけど、柳沢に関しては9600あります。しかも、シュートの切り札ということで、これ、スーパーサブ、スーパーサブ持ちですね。なので、後半から出すとですね、ガチャさんのステータスを超えてくるということなので、中央突破の、ジョーカーとか、スパサブ持ってない方はぜひですね、この柳沢、強いんじゃないかなというふうに思いますね。ゴールゲッターも強いですし、アサルトトラップ、なるほど、トラップか、どうなんだろうかっていうところではありますが、まあ弱くはないかなと思います。はい、でこれが、あ、これも1万ポイントクリアで本人プラス10連チケットってことですね。なので今回 GB ももらえないし、黒ビブももらえないんだ。黒ビブはだからさっきのミッションでもらいましょうということですね。ただまあやったらやった分だけこれも10連チケットがもらえるので、これ例えば 400% で回しちゃえばめちゃくちゃ10連チケット手に入るんで、相当回せますね、ガチャが、コインがザクザクっていうところですね。はい、でアニバーサリー直前キャンペーンということで、これもクォーターアニバーサリー直前のサマーキャンペーン、クォーターアニバーサリー直前サマーニュースターカーニバルを開催します。ニュースターカーニバル、ニュースターカーニバル、なんだそれは。最大150連が無料で引ける、1日10連無料、これ嬉しいですね。なんで15日間で150連ということですね。プラスミッション達成で最大120連分のスカウトチケット、毎日デイリーミッションですね、クリアするともう10連分のチケットがもらえるということなので、合計で合わせて270連無料で引けると、これは激アツですね。まあ限界突破のアイテムを交換するためのコイン集めになるのかなというふうに思います。さらには期間限定で資金スカウトにヤングスワールドスターズ所属の新星号選手が登場すると。おお、なるほどね、これ面白い。シーズン進めていくと、スカウトが選手連れてきますよね。その時に登場する星号が、ヤングワールドスターズという選手が登場するということでございますと。でそれがこの10連無料の中にも含まれているロマーロ、クレス、ジーダス、カンストですかね。これは、
毎日朝4時に更新と。忘れずに必ずガチャを引くようにしていきましょう。で、この辺は良しとして、ロマーロ選手。ただこれあれですよね、10連無料で出てくるって言っても、クレス、ロマーロ、カントスはこれシーズンついてない選手、要は資金で取れる選手なので、これは金コインにならないんですよね。だったら普通の金コインになる星5が10連無料とミッション10連では当たってほしいかなというところですよね。ロマーロ、カントス、クレスに関しては要は資金でスカウトもできるので、別にガチャで出なくてもごとつはできるのかなというところではありますね。はい、ロマーロ、孤高にシュート職人、その前に9555、強っ。これが資金で出てくるんだったらさ、あんな復刻の選手とかやらなくない？強っ。しかも特徴も強い、孤高にシュート職人。これシュート多いんじゃない？シュートシュートシュート、やっぱりこれ強いわ。ロマーロ結構な決定力を持った選手になるんじゃないかなというふうに思いますね。この選手サイドアタックの選手ですね。クレス、アルゼンチン、これもサイドアタック。ヤングワールドスターズもサイドアタックなんだ。なんでユーロとかぶせてくるの？まあいいけど。はい、ヤングワールドスターズ、ポストプレイヤー、これはストライカー、ストライカー、ポストプレイヤーのサイドアタックなので、今来ているボクツ監督でも使えますね。このクレスはゴールブレーカー持ってるの。しかもフィジカル20丸、強いじゃん。パワフルヘッド、これ強いですね。9555。はい、続いてモスカル、これオスカルのことかな。フィジカルスター、ここ強いね。9580、これも強いですね。ドリブル AB、 スピード B、 シュート AB、 強いな。ダスカンスト、カントス、9555、左でカットイン。おお、来た、左のカットインのサイドアタック、これはすごいな。これはだからあれですよね、ボクツで使えるんだ、みんないいですね。これボクツの穴だったカットインとポストプレイヤー、最近始められたばかりでボクツ組めないよっていう方も、これをですねごとつすればいいっていう話。しかもこれ強いですよ普通に。うん、無課金でも結構強いボクツが早めに作れるんじゃないのこれ。しかもこれだから資金で取れるんでしょ。へえ、いいですね。これは欲しいな。僕もこれカントス作ります。なぜなら、やっぱりこの左のミッドフィルダーのカットインなんて、ギグス持ってますけど、ギグスの交代役いないんで、今、星4の選手をごとつして育ててますけど、カントスの方がいいですね。これ僕カントス育てます。ソニックストリーム持ってるの？強っ。これはいいですね。面白いね。これこういうことはいいね。こういう資金で集まるとかガチャじゃないところをこうやってくれるのは嬉しいですね。ザコ、ザゴ、これがピボーテきた。もう運営さんどうしたの。いいね運営さん、ピボーテきた。もうこれ完全に僕つくめるようにしてくれてます。いいですね。カットインにピボーテに、なるほどね、そういうことだったのか。なんでこんな初心者さんが組めないような監督をと思いましたけど、これが控えてたんですね。素晴らしい。なんでじゃあヤングワールドスターにしたの。これ2パーつかないでしょ、だってユーロスターズじゃないから。なんかそこだけちょっと微妙なところをついてくるよね。ヤングワールドスターズの監督はいないし、まあいいや。まあでもこれピボーテありがたいですね。めちゃくちゃありがたいし、シャビーしかいないんですよね、もうこのゲーム上ピボーテって。だからシャビーが死んだらもうあのフォメコン死んじゃうんで、だから絶対これはもうガチ勢含めてザゴは絶対作っていくでしょうね。で、なんならこれピボーテ、シャビースタミナないんで、本当にこれ後半から使っていくっていうのも、まあ一つなくはないのかなっていうところもありますよね。これはザゴも作るし、カントスも作りますよ。いや面白い面白い。うわー、やってくれたな運営さん。めちゃくちゃ久しぶりに面白いことやってくれてありがたいですね。ちょっと楽しめそうですねこれは。マリチャナ、ヤングワールドスターってことはハードマーカー、はあ、はあははあ、ハードマーカーね。はいはいはい、タックル職人、ジェントルマン、キラータックル、
しかもこれ、いや資金で獲得できるっていうことは、最近始められた方とかもそうですけど、これ S のスキル取り放題じゃないですか。ステップドリブルに、高速ドリブルに、パワフルヘッドに、テクニカルシュートか、なんかレジェンド、なんでしたっけ、もう名前も忘れちゃった、選手作るやつ。まあいいや、あれみたいだな。これは激アツイベントですね。そしてアルダールセンターバック、スイーパー来た、もう運営さん神神神、アルダールこれはすごいな。え、これ頑張ったらみんなボクツ組めるじゃん。しかも5突で、しかも古軍にジェントルマンって普通に強いし。え、でただ一つ言わせてもらうと、これ資金ってことはシーズン進めなきゃいけないんでしょ。でレジェマを同時に持ってきたんでしょ。またやったね運営さん。だからどっちかしか回せないんだって、 GB じゃなくて AP は。でカラッチーニセンターバック、ディフェンスリーダー、これ揃うじゃん。3バックがスイーパーとね、ハードマーカーとディフェンスリーダーで、まあ、強肩怖いな。まあただまあ、うん、うん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 、いいね。え、面白い。タファー、ゴールキーパー、守護神、ロフティーマウンテン持ってんの何、普通に強くない？うん、古いデヘアより強いわ。すごっ。何運営さん、神じゃない？神アップでじゃない？久しぶりに。はい、資金スカウトにヤングワールドスターズ登場ということで、でさっき今、紹介した選手たちはガチャでも手に入るんですけど、普通に資金のスカウト出てきますよと。毎年8月第1週に出てくるみたいですね。だから毎年シーズン進めて8月の第1週に、星5選手1人、星4も出るんだね、1人がランダムで抽選されると。つまり5突作ろうと思ったら結構シーズン回さなきゃいけないじゃん。なるほどね。でもこれはあれだな、無課金でも GB 溶かしてシーズン回ってもいいぐらいですよ。いやこれは美味しいわ。で登場する星5選手は14と21に3人ずつ追加、その後はランダム9人から。あ、なるほどね。おってことは、本日7月の7日から、いつだ、来週までの1週間はロマーロ、クレス、モスカルのみが、ランダム抽選されるんで、いい、なるほどね。でもこれ3人ごとって結構大変だな。だってめちゃくちゃ運よく、全然かぶらずに6体ずつ出たとしても、サブロック18でしょ ?18 年、シーズン。でもそんなこと絶対ありえないじゃんね。絶対かぶるから、少なくとも25、6年から30年回さないと5突できない。で、しかもこれ1週間過ぎると3人ずつ追加されると。カントスとザコとマリチャナと。そしたらもうこれカオスですよね。ランダム1体なんで。えぐ。で、最終なんて9人からでしょ？だこれロマーロ、クレス、モスカルに関しては5突しやすいですよね。だって最初3人しか出ないから。ただこれアルダール、カラッチーニ、タファーに関して言ったら9分の1を当て続けろってことでしょ。キッズ、まあまあまあ、そっかそっか。でもあれか、ガチャからも出るよっていうことだから、うん、まあまあそこはガチャと合わせてっていうことですね。でちょっと気になったのがこっち、星4選手、ビニシウス・ジュニオール、ラウタロ・マルティネス、エムバペに、アワールに、ハフェルツ。これめっちゃ気になるけど、選手のあれがないよね。いや星4で、これもしかしたらすごい強い星4だったりして、すごい楽しみだな。これはシーズン回りたいけど、黒ビブス取りに行かなきゃいけないから、レジェンマ回さなきゃいけないし、なんで運営さんかぶせてくるのここ。まあいいや、はい。で、経験値もりもり2倍キャンペーンということで、まあ経験値が2倍になってますよということです。あとは、新規登録者、まあこの辺はいいでしょう。はい。最後、ガチャですね。まあ長くなったんですけど、ちょっとこれガチャ画面から行きましょうか。はい。こちらですね。あ、ステップ見ますか、ステップ。ステップは1で1名確定。確定？あ、そう。あ、10連だけやれば特攻選手1体は手に入るよってことね。ってことはこれあれでしょ？
すごいことやってきたね、運営さん。星5確定スカウトチケットからは無料で、今までそうなんですよ。今までは星5確定チケットってみんな、余らしてましたよね。で、レジェマの特攻キャラが当たる可能性を秘めてるんで、そこで回して当たればラッキーみたいなね。でももうこれあれだね。だからもうガチャ回さないと特攻選手は渡しませんよと、出しませんよということですね。ただ10連すれば絶対もらえますよと。で、ステップ2は黒ビブ5、ステップ3は 20% こんなのないに等しい、ステップ4も黒ビブ、ステップ5で確定。なるほどね。で、6でビブで、7で 40%、まあこれも微妙ね。ステップ8でビブで、ステップ9で 50% か、まあないとして考えた方がいいでしょう。なるほどね。はい、じゃあ選手見ていきましょうか。えぐ、もう全員 80% バフか。なるほどね。あー、そうか。でもそうだよね。だから 400% で回せるって考えたらレジマ用に欲しくなるわな。しかも10連無料チケットももらえるし、一周すればえぐいな。ここだけはえぐいことしてくるな。タミー・アブラハム、クリーンアタッカー、フィジカルスター、バーストシュート弱くはないけど、もうそもそも申し訳ないけどガチャさんでもう ABBC でこの12,320もうこの時点でいらない。はい、で続いてこちら左のウィング、モロッコ、ハキムですね。ゴールハンター流星強い、セバドリブルも強いけど、もうステがそもそも弱い。だもうね、今の時代1万いきましたみたいなステをわざわざガチャで狙ってごとつはしませんね。だから特徴もスキルも素晴らしいんですけど、まあ作らないですね。だからこの選手を狙って5突目指してガチャを引くなんてことはちょっとありえないかな。でメイソンマウント、唯一11,441ということで、唯一この中では強いですね。 AABB の選手になってます。まあ、ただ今 SAAB も出てるんで、まあ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 というところ。そして騎士道、オフェンス能力ダイアップ強い、マーク中アップ、マーク中アップ、マーク273じゃん、中アップしてどうすんの。こういうとこだよね、運営さん、意味がわかんない。これ意味わかんないのつけてどうすんの、これ中アップって何、273中アップしてどうすんの。ゴールブレイカー、シュートパスダイアップ、創造者、シュート、ショートパス、発動率アップ、シルキーパスか。はいはいはい。で、バーストロングシュート。まあ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 、強いかな。そうですね。この中では強いですね、十分。はい。まあ、でもいらないかな。はい、ジョルジーニョですね。スティールハント強い。聖域強い。ディメンションフィード強い。で、そもそも弱い。ステータスがね。はい。リュディガー、おリュディガーなんでマスクしてないの。そろそろマスクをつけてあげてもいいんじゃないでしょうか、運営さん。プロテクター強い、フィジカルスター強い、リベンジバスカット強い、おステータスも強い、 AABB だ。あ、リュディガーは強いですね。なるほどね。カバーリング少ないですもんね今。はい、ということで、以上ですね。まあもうはっきり言います、これは特攻用 80% です。ご突していく必要はないです。マウント、リュディガーが唯一、まあ、強いかなと思いますけど、まあ僕はいりませんかね。まあわざわざ、ご突する選手ではないのかなと思いますね、全ての選手においが。はい、ということですので、まあここに GB を使うってことはないかなと個人的には思いますし、僕自身もまあこれは10連すらやらないですね。これ基本が何パーなんだろう。100パーって書くのやめてくんないかな。基本が、あれ通り過ぎちゃった。基本がないじゃん。何10%。まあいらないな。これやるんだったらどう考えたってエムバペ、モドリッチガチャやりますよね。って思いますよ。あとはスタムのガチャとか、あとこのサイドスカウトとか、
ですね。だから、そうですね、七夕スカウトとか言ってますけど、まあ、こうやる人いないんじゃないかなと思いますね。まあ、そうですね、まあ、かなりガチ勢でレジェマもいっぱいやりたいみたいな人とかだったらやるのかな、いるかな、やらないんじゃないかな。はい、ということで、以上ですかね。はい、そうですね。ということで、まあ、かなり面白いことをやってきてますね。今6月の1週なんで、あと7、8と2ヶ月やれば、1ヶ月か、2ヶ月か、2ヶ月やれば、スカウト資金で出てくるということなので、ちょっと楽しみにやっていきたいなというふうに思います。先ほどの選手たちをご突したいのであれば、まあ、なるべくですね、追加される前に3人3人というところで、やっていった方がいいのかな。まあ、どうなんでしょう、レジェンドマッチもやらなきゃいけませんしね。はい、ということでこの辺で動画終わりたいと思います。それではまた。The cold nights just don't feel the same. Oh.